あの、怪言の爆薬聞いた、あ、なんか聞いたっていうか、ツイッターで、ね、載ってたよな。バカだれが、と思って。あれ、な、だって、ちょうど1ヶ月前ぐらいじゃない？多分ね。あれって出演者にも知らせなかった。俺は知らないね。俺はね。だから、ちょっと問い合わせしてみたんだよ。問い合わせしてみたんだよね。なんか、あの文章だと、なんか、参加者とか、お客さんにも事前になんか知らせてるみたいな体で捉えられるんじゃないですかって俺、聞いてみたんだけど。なんかまあ、なんつったっけな、これ LINE したんだよな。あれだったらツイートしない方がまだいいんじゃねえかって俺思ったんだ。ああ、まあ、なるほど。まあ、会場や警察と、まあ、しっかり話した上での、まあ、対応だったらしいんで、まあ、だから自己判断ではないらしいな。なんで強行してんのってなるよね。なんで、まあ、あの文書だとそういうふうに思っちゃうから、ちょっとその辺欲しいよね。その辺のね。そういうふうに勘違いする人もいるだろうね、きっとね。いや、まあ、でもさ、まあ、今後のための見せしめなんじゃね。あ、でもなんかね、見せしめっていうか、これもなんか言ってたな。なんつったっけな。今後同じような投稿が起きないように、警察相談上でのお知らせ投稿をしたみたいらしいですね。やっぱそこら辺も。客の命を預かってね、あのレベルの警備でいいのか、あのレベルってのがちょっとどんなレベルかわかんないけど、でも、それも、まあ、警察と会場と相談したやつっていいらしいですよ。うん。相談した上での警備らしいですよ。だからその、どういう投稿がそもそもあって、どこのプラットフォームにどういう投稿があったかともわかんないからさ、多分、頭の中で飛躍しすぎなんじゃねえか、きっとそれ。まあ、結果的には1ヶ月後にな、こう、話すっていうのがちょっとなんかおっせえなと思ったけど。まあ、ただまあ、あれだな、まあ、不適切なこと言ってしまいますが、クソざまびろってちょっと思うものもある。うん。クソざまびろと。うん。正直。うん。正直、クソざまびろ。どっちが？いや、でも言った側が。そう。言った側が。犯人を買ってほしい。嫌だよ、そんな。手荷物検査クッソ適当だったし、ペットボトルとかも持ち込めて、まあだから、その辺はだから、まあ、適当、まあだからその、この文章は効果抜群なんだよ。バカがみんなそう思うからな。うん。だそうなのかもしんないけど、何をもって適当かがわかんないからな。2リットル余裕だった。もこう先生を TGS に訴訟されるべきっていうか。これもさ、お前ママの意見なんだよ、ママ。お前ママだよ、結局のところ。だって、爆破予告ってあれでしょ？犯罪だけど、威力業務妨害の届け出を出す側ってことじゃないですか。そう。会場側が、本気に捉えるか捉えないかってとこじゃないの、そこって。重要なのは。うん、外野がガチャガチャ言うとこじゃないんじゃないか、それって。自分ちがされたらそれはもう言うべきだけどさ、そう。だからそれで外野がガチャガチャ言う時点でもうママだぜ。ママよっちゃんがお前の家爆破するぞっていう時の視聴者が、お前の家爆破するぞって言ったら、わかりやすいな。よっちゃんがお前の家爆破するぞっていうのと、視聴者がお前の家爆破するぞっていうのでわかりやすい。ああ、まあまあまあ、そうだ。よっちゃんが言ったら、まあ冗談だろうなって思うけどな。あいつが酔っ払ってたら、ちょっと若干俺も、110番する可能性もあるけど、うん。よっちゃんが酔っ払ってたら、目が座って。それは、ちょっと、可能性あるけどな。うん。お互いなんだけど、俺もそうなんだけど、ギリギリ、なんか楽しむべ、みたいなとこ、昔からあるからな。学生の時から。おい、これってどこまでがいいんだみたいなさ。その癖、本当に、やめたい、本当。ここまでいいんか